いやう,うまく間からあ、はいはい、映るようにお早いバッファさん <laughs> <laughs> スタンバってた明るさはいいね,、うんねうん、あっちのスタジオよりはるから明るいよ <laughs> <laughs> 照明も変わりますので、ね、そうね、うん、ちょっとオレンジ入れた方がいいよ血色よくなるよみんなのそうですね、うん、<ー>うまく混ぜた方が白だけよりは はい、ではまもなく30秒前。えー、あっつきね。はいはい。緊張しないこんな廃墟で喋って緊張なんかしちゃうはい、20秒前。はい。10秒前。本当にやるのかな ?5 秒前。 昨日、はい。<laughs> あのー、なんか家が、床が、家の床がなんかグラングランし,してきて、うん、で、なんか、なんか気づいたらなんか女の子とかもいて、うん、なんか座敷わらしみたいな女の子もいたんですよ。<ん>そして、うわ <laughs>、やばい、怖いと思って、うわーと思って、思ったら、夢でした。 <laughs> <laughs> 皆さん、こんばんは、神田国広です。こんばんは、伊波優作です。はい、んんそして。<laughs> <laughs> こんばんは、OBB のあつきでーす。あやつき来ましたはーい。えっと、最初に,に謝ろうな。あつきごめんな。<laughs> <laughs> こんななんか、<laughs> なんつったらいいの怖い。怖い廃墟の中にね。<laughs> 廃墟になってますね。<laughs> <laughs> 怖かったです、入ってきたとき。あの、夢も怖かったかもしれないけど、<laughs> 俺らも怖いのよ。<laughs> 怖い <laughs> <laughs> 今、い,い,ね、いつものスタジオと違って、ここなんて言うんですかこのスタジオ。ミスタジオ一日ス,スタジオで。昔ね、おまけ放送をずっとしてたスタジオなんですけど、はいはい、あのー、まず何が驚いたかって、うん、リニューアルしすぎなんだ 今日のリニューアルは、意図してないリニューアルだから。まだリニューアル仕切ってないから。全然。俺さ、エレベーター開いた瞬間にさ、ドアがないんだよ。ドアなかったね。エレベーター開いたらもうそこは AM 機能案だったね。そう。びっくりした俺も。ほんで入ってったら照明もさ、キャンドルが簡易的に作ったやつだけで、廃墟みたいになってて、俺も、 な、あれ今日間違ってるかなと思ったわけよ。Oh, <no. S 1> あれ <No. S 1> 今日まで、今週まで休みだったかなと思ったら、<No. S 1> その廃墟の中から奥の方で金さんが、あれあれおいなるほどなんか、声が聞こえてきたから、金 <laughs> <れ>さんの中にいると思って。だって、厚木が一番最初に今日来てたじゃん。はい、びっくりしただろ。 びっくりしました。なんかもう、ビニールだらけで。<の> <laughs> そうよな。そうね。ガラス、あの、窓ガラスにね。工事の最中かみたいなびっくりしました。<laughs> いや、ほんと、で、いや、これだって放送中誰か入ってきたらどうすんのて、あの、シャッター閉めますですから。<laughs> もう、うバイオハザードな。今、入り口シャッターで閉じてるんですけど、ね。もう、ーンシティですよ。うん、本当に、あの、だって、警察署のなんか、あれ閉めるぐらいな感じで、今シャッターが閉まってるんですけど。 い、ね。いや、それでも怖いよ。今ね。怖いよど後ろはドア開けても、うん、FM ノアのギャラリーに今直に繋がってるけど、<ー>もう真っ暗でね、キャン君もこっちの中にいるから、今、このフロアっていうか、うん、考えは僕ら今4人だけでしょ、本当にね。うん、後ろからなんか、やっ、ね、いきなり寝てきたりとかしたんだね。ちょっとその時は、 急に放送が終わるかもしれません。そうですね。これが本当の最後の記憶になるかもしれない。そしたら、あの、OBP の曲を8曲続けてどうぞ急に曲が流れるかもしれないです。それはそれでいいかもしれないですけど。まあ、怖い夢だったってことね。はい、そうです。昨日ちょうど見ました。いやー、まあまあ、夢はまあ、夢はな。いろいろ。怖い夢でもなんか、あるでしょ。夢占いとかで演技が良かったりとかするんじゃないそうなんですか。うん。 ちょっと待って。ごめんな。ごめんなさそして。いや、さん。はい、ハンドマイクって、スタンドごと持たなくていいんですよ。<laughs> いや、ちょっと、気分出そうかなと思って。それもまあハンドとくじゃなくて、なんかね。矢沢永吉矢沢吉スタイルでいこうかなと思って。<laughs> ハンドマイク。持 <laughs> ってこれだけでいいよ。一応スタンドマイクも用意してもらったから、スタンドマイクごと持ってますけど。<laughs> スタンドごと持ってるってことんいうか。何時ノイズも入らないんで、理にかなってます。あ、えー、そうか、持ってそうよね。カサカサが入らないから。<laughs> 固定してるからこれがいいってこと <laughs> じゃあ、それ、それってやります <laughs> す、ね、いや、いいけどさ、別に。<laughs> ごめ今日いろいろ面白いな。面白いっすね。まあ、夢、夢、怖い夢とか何回も見る夢ってありますよね。うん、あるある。ありますね。俺、本当に、あのー、生放送ずっとやってる時は何回も見た夢が、うん、えっとね、飛行機に乗り遅れる夢と、えー、生放送の時間になったら、 全然違う場所にいるっていう夢を、うんうん、うん、十何回見ました、ね。えー。だからそのぐらいやっぱ生放送のプレッシャーというか、うん、多分生放送やってる人はそういう夢絶対見てると思うのよ。うん、そうですね。生放送に遅刻するっていう夢は、うん、僕も、うん、もう何回か見ますね。うん、時間に関する夢をめちゃめちゃ見ましたね。あと、やっぱなんかゾンビ映画、うん、見てたら、うん。うん 僕好きでよく見るんですけど、シリーズもので見てたら、そのシリーズ見てる期間中、よくゾンビの夢とか見ますね。まあまあリンクするからね、いろいろね。リンクするから。あつき何回も見る夢ってある何回を見る夢は、えっと、小学生くらいの頃に、プリキュアになる夢を何回か見ました。幸せだな。いいね。それって何ですかね、夢裏の。いやいや、なりたかったんだ。 <laughs> 夢と願望が一緒になった <laughs> 何回も見ました本当に今でも覚えてますあーいいな、うん、そのメンバープリキュアの中にあっそうですえっとなんか変身のシーンがあるじゃないですか、うん、それがもうテレビにあつきが映っててうん、うん、もうあつきが変身してるんですようん、うん、ああ最高だなそ,それをめっちゃ見ました<ー>何回も僕<に>も ね、ちっちゃい時はよく、まあ、ラジオでも話したけど、パーマンになる夢をよく見ましたけどね。パーマンあの、あ、藤子藤を、ああ。ね、空飛ぶ、あの、ね、あの、なんあのニョキニョキっていうなんか変身セットみたいな。変身セットやったら、そのヘルメットとマントが出てきてのパーマンなんですけど。で、空飛ぶんだけど、なぜかいつも低空飛行っていう。わかる地面なんか地面すれすれ飛んでるよな。そう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 。あれ、なんかもっとさーって飛びたいけどな。ね。大体低空飛行で。 うん、セグウェイ乗ってるような感覚。わかるわかる。こっちに行った方がそうそうそう。えー、僕一回だけあのー、チャゲアスに僕が入ってましたね。チャゲアス勘だね。チャゲアス勘。チャゲヤス勘。アスカクニヒロ。<laughs> <laughs> で、やあのー、ビデオ撮ってました。マジでミュージックビデオ撮ってました。えー、歌うパートないでしょ。<laughs> 3, 人3人でハモってます <laughs> 人で。<laughs> 誰がメインになるのその時分人。わかんない。3人で綺麗に喋ってたよ。<laughs> うん、ええーはい。そんなことがありましたけど。さあ、ええー、まあそんなことも喋りながら。はい。違う、そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。まあでも、 結構そんなこと言ってる場合ですよ、ここ。あ、そう今日のテンション的な。テンション的にな。テンション的にな。ん。何でしょう、何でしょう、いや、もう、重大発表が、はい。ありまして。ありましたね。ねはい。いやー、もうほんとびっくりしましたけど、ね。はい。えそんなに重大じゃないと思ってるお、お、おめえだよ俺見るない いや、もう、あつきとカレンは10代発表がわからないのか。すみません。まあ、大切なおがね。10代の発表、20代の発表。すみいません、すいません。だと。何日か前にね。やりましたけど。まあ、びっくりしましたけど。まあ、それについてはちょっとね、いろいろ後でしっかり。そうです。はい。あの、聞こうかなと思いますんで。はい。じゃあ、ここからはいつも通り。怖くない後ろ。 光ったりとかガラスがさあの車のライトで光ったりとか色が変わったりとかするんですけど窓ガラスの色ラクンシティの炎が燃えてるみたいな感じですねこれでやさんしゃべってパトカー来たら100点ですけどねやりますよはいこの1週間何があったのかなのこあ二2週間ですね先週まああの F.M. ギルマンがお休みだったこの2週間何があったのかなのコーナーじゃあ 皆さんからでいいですかはい。はい、お願いします。僕は、あの、先週土曜日、旧正月の話なんですけど。はい。あの、ま、あ神田さんも車のことでいろいろ、ね、もう、変えるっていうこと言ってましたよ。はいはい、交換します。実は僕も、今乗ってる車が、もう10年ぐらい。あ、結構乗ってんね。18万キロ走ってて。おまあまあ乗ってる。だから、あの、もう今回、今年でちょっと車検も切れるんで、 そろそろうちらも買い替え時じゃないかと。タイミング的にね。タイミング的に。ただ何も計画も何もしてない。でも、この旧正月の時に僕と妻もちょっと、あの、休みがあったんで、なんか商談会なんかやってるらしいから、うん。よく屋上でやってるじゃないですか。はいはいあの、なんとかフェアみたいな。フみたい俺 CM 読んでるから。あ、そっかそっか。びっくりびっくりってますかそういうやつね。はい。それで、その日も商談会やってるから、ちっと まずは見に行こうかと。はい,はい、いいじゃないですか。あのー、まずは、あの、出始めというか、うん、最初車、最初の一歩として。うん、で、まあ、9時半ぐらいにかな、うん、あの、家出て、うん、あのー、行ったんですよ。ラボリティアラさんが、久しぶりに呟いて、うん、FM 議論案で潰れたの <laughs> 潰れてはいないんですよ。<laughs> れてないで <laughs> 今、リニューアル中で。うん <laughs> 急遽、簡易的な放送ということでただよかった。ちゃんと放送されてるんですよ。よかった。よかった。伝わってるんだね。かったかった。よかったよかったよかったかったごめんなさい、話を途中で。え、最初にあ、それで、ま、あ商談会見に行こう。はい。いっぱい車がない。まずはどんな車、あの、乗るかもまだ全然二人、あの、決まってないし。はい。まずはどんな、あの、今、車あるのかなと思いながら。 ただ二人で、ま、軽自動車がやっぱりいないと。うん、今も、あのー、まあね、軽自動車ラパンで乗ってるというん、全然不自由なく生活してるんで、うん、また経過を、裏らは決まってたんですけど、商談会行って、まあ、1時間かからない、もう30分ぐらいかな。うん、とりあえず一周して、うん、まあ、ちょっとなんかないな、と、この中には。うん 好みのやつね。ちょっと、あの、これっていうのはないなぁと思って、まあまあまあ、いいやと。でも、まだちょっと時間あるから、ええまあ近くのちょっと自動車屋に、その商談会やってたデパートの近くの自動車屋に、行ってみようかっていうよりも、帰り道にあったから酔ったみたいな。ブラッいはいまずはちょっと、もう、あの、行動しないとどうも始まらないから、自動車に、あの、あの、行ってみようと。自動車に。で、行ったら、え と、まあ、そこの営業マンというか、説明してくれる方がとっても分かりやすくていい人で。それ大事よね。大事。うん。あ、接客ですそうなんですよ、思うんですけど。その日の2時には契約書にサインしてました。おお買った買いました。あすごいえ、あ、何ってこう、まだ決めてない段階でこれから朝の9時半ではもう何も決まってないですよ。もっと言ったら11時前も何買おうとかも決まってないんですけど、 その3時間後、2時には、もうサインしてました。えすごい。そのぐらいちょっとビビッとくる。まあ、いい車で、その接客してくれたスタッフも良かった。もうよかったし、説明もすごいわかりやすくて、あ、なるほど、こうなじゃあ、これだったらこの方がいいね。これだったらこの方がいいねっていう意見を吸い合わせていったら、決まったっていう。はい。おじゃあ、新しい、納車はいつですか納車1ヶ月、2ヶ月ぐらいって言ってたんで、はい。 今日、あの、なんか頭剣入れてきてっていう感じですかね。なるほど。もうワクワクしてますね、もう。だって十何年ぶりのそうそうそう。乗り換えでしょね。カンナさんももうそろそろでしょいや、僕はだから3月末なんで。そっか。3月末に僕は24年ぶりに車買えるんで。買えるか。もしかしたらそれより早いかもよ、俺たちの方が。そうかもね。ね。俺人から買うからそうだよね、そうだよね。そうそう。で、その人がギリギリまで使って、あとは、え 車庫証明やら、その手続き的なものをやらないといけないからさ。はい。そうそう。そうか。えら、買いましたね。買っちゃいましたね。ついに、あの、今風な車に、まあ、今風、まあまあ、行っちゃってもいいんですけど、いいか、まあ、あの、まあ、あの、ワゴンアールスマイル。ああ。最近の、はい。 の車にすることにしました。もういろいろちょっと見たら、カタロとかも見たら。全然もう今風じゃないですか。いや、そうなんですよ。今ちょっとワクワクしてて。そう新しい車来るって、なんかワクワクするよね。やっぱそういう時って、やっぱあの、道ね、走らせてたら、いろんな車、目いきますね。見る見る気になる。うん。まあいろいろ、色はどうするかとかも、なかなか、色をどうするかで決めかねてたんですけどね。なかなか現物が目の前になかったんで。ただ、 これだっていうのを決めました。なるほど。はい。いやー、楽しみですね、楽しみ。いいね。うん。でも、そうなった途端に、うん。今乗ってる、まあ、ラパンあるんですけど、うん。やっぱちょっと、だ、だいぶ調子悪くなるんですよね。あー、あ、すねちゃった。すねちゃってる。ああ。ゃってる。あ今、だいぶ、あの、オイルの方もすぐ。不具合が出てきましたね。不具合出てきて。やっぱ、すねてますね。もう買い替えるんだろ そうそうそう。いや、聞こえてるんですよ、車。買いに行ってるからね、そ買いに行ってるし。もういいよ、もう。なんで、相談会行ったから、もういいさ、別に決めきれんかったら、自動車、やよるのみたいな感じで、多分行ってるんですよね。オイルも漏らそうね。うん。はい、ドキャーって、なんか漏らしてる。すねって。抱えたらいいさ、じゃあ、はい。ってことだろうな。もう、俺の、俺用なしだろみたいな感じで。 ちょっと調子悪くはなってますけど。まあまああるね。まあなんとか1ヶ月2ヶ月ぐらいちょっと持ってほしいなっていう。うん、はい。なるほど。結構車買う買うって大ごとですからね。大ごとよ、うん。はい。うん。なるほど。え、以上で。はい。よろしいでしょうか。はい。えー、じゃあ続いて僕行きたいんですけど。うん、まあまあなんか2月がめちゃくちゃ忙しくなっちゃって。うん、はい。えっとね、特に先週なんですけど。三、うん、3日続けて、 イレギュラーというか、普段ない仕事が入って、火曜日は、えっとね、ANA の YouTube 公式チャンネルがあるんですよ。それの撮影に行きました。あ、そっか、YouTube だからね。そうか、絵も入るのか。で、まあ絵がある程度あって、あと最初顔出しがあって、それにナレーションを入れるんだけど、えっとね、僕と、 あと、その、NA の広報を担当している、前田玲奈さんという方がいて、その方と掛け合いで喋っていくみたいな収録がありまして、はい。はい。それを撮ったんですけど、本当この前田さんが気さくな人で、日帰りって、東京から。へぇこれ撮って帰る。あ、そうなんだ。忙しいね。しかも雪降った次の日くらいの状況が大変だったみたいなんですけど、 えっとね、それがお、まあ、ここだから言ってもいいと思うんですけど、その飛行機が出発する3時間前ぐらいから密着して、うん、えっと、スタッフがどういうふうに動いてるかとか、あとはその飛行機がどのぐらい前にやってきて、うん、で、中をどうして次また飛ぶのかとかっていうのを、僕がこう見ながらリアクションして、うん、これどういうことなんですかって前田さんが説明してみたいな。うん、ああ、なるほど、うん。そう、そんな感じで結構ね、普段見られない映像が、 たくさんありまして。はい。面白いので。ANA のね、えー、ブルースカイニュースっていう公式、うんえー、YouTube がありますんで、今月末か3月頭ぐらいにはアップされるそうです。はい。よかったらぜひ見てみてください。で、それが、えっと、火曜日。うん、で、水曜日が、えっとね、今、プロ野球のキャンプやってるじゃないですか。はいはい、で、HIS の えー、まあ旅行のツアーで名古屋とかも羽田もあるのかなでこのドラゴンズのキャンプを見に来るツアーがあるんですようん、うん、中日ドラゴンズの、ね、野球を見に来る人たちその人たちの夜の、えー、トークショーの時間があって。うんうん で、ゲストに、うん、えー、元ドラゴンズのピッチャーで、えー、元々川上健信さんだったんだけど、変わって、えー、岩瀬人樹さんって言って、うん、プロ野球で歴代で今まで一番投げて、うん、一番セーブを取った人なのよ。うん、歴代の中でね、うんはい。その人がもうレジェンドが来ると。うん、で、もう一人は中日スポーツの、スポーツ部の部長さんかな。うん、この二人が対談する。うん、で、うん、その進行を、 やってきたんです MC として、チャタンのホテルで。で、このツアー自体が実は初めてだったらしくて。なんかありそうじゃん。ねそうですね。まあ HIS がやっるのが初めてのかな。だから、まあなかなかそのスタッフも慣れてない感じだったんだけど、こういうイベントってよくやってるから、ねさんまあまあ、その進行も見ながらアドリブも入れながら進んでいったわけですよ、楽しく。 そしたらサプライズ、ま、あ皆さんにはサプライズね。サプライズ、ドアラっていうあのキャラクターが、あの、ドラゴンズのキャラクター。キャラクターでコアラみたいなのい青い。ドアラもやってきて、で、急遽サイン会、撮影会とかもやりつつ、ドアラがドアラも。えそう、みんなテンション上がってさ、で、最後抽選会までやって、で、もう僕は岩瀬さんともさ最後写真撮れて、好きな、 えー、ドラゴンズに関われて、すごく良かったなーっていう時間。うん、これが水曜日。うん、で、木曜日は、あの、アウトプットナイターという、そうか、そうですね。プロ野球トークライムをもう4年ぶりぐらいかな、うん、にアウトプットでやりまして。うん、で、まあ、30日近く来てくれたのかな。うんうん、で、配信もあったんで、うんえー、僕とリップサービスの深夜と、うんえー、あとは、 川野まりなさんという、本当に野球が好きすぎ、異様に好きすぎるアーティストっていうことで、うんえー、アウトデラックスにも出たことあるそうなんですけど、うん、で、えー、その方が来て野球のトークプラス歌。 はい。<ー>途中で、あの、好きな球団の応援歌をこの人がアカペラで歌うってコーナーがあってん<ー>あ。どの球団でもどの球団でも。なかなか盛り上がりましたね。ん<ー>うん。な,なんか、久しぶりにやったんですけど、やっぱみんなこういう機会が欲しかったみたいで。はい<ー>。で、ユニフォーム着てきたらドリンクいっぱいサービスっていうのもあって、んんみんな着てきてさ。で、懐かしい顔もたくさんあって。<ー>はい。はい なんか、良かったですね。うん。だから、ひょっとしたら2月のも恒例行事になるかも。うん。知れないです。はい。そうなんですね。深夜くんもドラゴンズファンなのそう。あ、なるほど。だから、まあ深夜ももう頭いいしね、そうですよね。面白くもしてくれるから、もうほんと信頼してて。深夜がやるって言ったから僕やるって言ったんですよ。うん。だからちょっとこれも良かったな。まあだから先週はちょっとイレギュラーなイベントが。はい。はい。 もうこの後も2月ちょっと予定が満載でもう行っちゃいますけど僕あさってから台湾行くんですよああいいないいなって仕事でいや仕事じゃないえっ完全プライベートいいなじゃあ16年ぶりぐらいかなうんそうでそのほか仕事もなんかいろいろ入っててへえ何やかんやでちょっと予定が詰まってるんですけどまあ楽しみながらやるべきことやって頑張っていきたいなと思っておりますはい じゃあ続いてあつきはいお待たせしましたはいはいはいえっとまず土曜日土曜日先週の土曜日日曜日にお泊りバスツアーでたありました o bp と琉球アイドルさんの合同バスツアーでさプラスファンの皆さんと一緒にやりましたでもう本当になんだろうまず この駅でバスを迎えに行って、うん、そっからこの2台あったんですよ、バスが。うん、で、2台分かれて。で、しっかもこの別れる時は、この推しと近くになるように。うん、ええー、<う>配慮されてんだ。配慮されて,て決まってるってこと、えー、あ、そうです、そうです、そうです。うん、で、決まってて、うん、で、結構みんな推しと近くになって、この、うん、で、アイドルとファンの方。うんうん、で。 いっぱいいっぱいおしゃべりして。移動中もね。あ、そうです、移動中。で、この、あつきの前が OBB のルアーだったんですけど、もうルアーはもう歌ったり。うん、ましたよ。えー、ジローさんのだった。一緒に歌ったってことあ、えっと、ルアーが一人で歌ったり、あの、あ、じゃあ、あつきさんどうぞって言ったりして、一緒に歌ったり。うん。 しめっちゃ面白かったよ <laughs> どっからかじゃあった慰安旅行みたいな感じで。だから,だから今のメンバーでは出してない曲とかも <laughs> あ、まずは歌ったりとかしてるね。歌ってて。で、えっと、着いたらすぐ東南植物楽園に行って撮影会をしたんですけど、もうその時に登る階段とかが、うん、もうみんな、 すごい足の筋肉がついてるなって思っていました。厚木はそれで、うん、階段登るだけで筋肉痛になったんですけど、うん、みんななんか足が丈夫でした。<laughs> どこから気づいてるの確かに階段あるけど、そんなきついですか。でも筋肉痛って言ってますやっぱりみんな。いや、結構歩いたってことね。あ,あ、そうです、そうです。階段で筋肉痛になりました。あ,<ー>あ、でも、あの、東南植物楽園が厚木、うん、本当に 保育園生ぶり超久しぶりだこれで家族と行って、本当に18年、9年ぶりぐらいだったから、え、こんな感じなんだと思って、この自然の匂いと。ああ、あの空気あるよね、感じ方ね。自然の匂いと、で、まだ明るかったのでイルミネーションがついてなくて、この、5月まで多分イルミネーションがやってるんですけど、でもこの、4時半ぐらい、 に撮影終わったんですけど4時半にはちょっとずつなんかちらほらついたりはしててちょっとなそうですはよかったですなるほどいやあんだけ普段踊る人がやっぱ筋肉痛するものなんだね筋肉痛なりました違うんだね使ってる筋肉は違うんだまあそれがまず東南植物楽園に撮影会までの話なはい行きましたでそのまま ホテルに戻っていろいろバーベキューとかはして、その後宴会だったり、ゲームをしたりして楽しかったです。で、次の日もら、朝からラジオ体操をしたんですよ。ああ、いいですね。あの、ファンの方を起こしに行ってメンバーでしにモーニングコール。モーニングコール。直接ファンが、あの、アイドルが起こしに来てくれる。モーニングコールはあいます。そうです、そうです。これいいな。そうです。知って、 もうみんなラジオ体操して、うん、もうそれがめちゃくちゃ気持ちよかったんですよ。この、もう、よし朝だっていう感じが感じられたし、うんしね、気持ちよかった。うん、あとは、何したっけな。あ、その後もゲームしたり、いろいろして、うん、えっと、バスに乗って、うん、その時もまあ、前におルアーがいたんですけど、その時もまあ、なんかいろいろ、 ゲームとかして、楽しそうで、もう、ロアがでも本当に眠たそうだったんですよ。でも、でも、やっぱりね、あの、ファンの方が起こしてくれて、で、ロア、ルアも、ちょっと待って、ファンの人が起こしてたら、なんか、なんか起きてるし、みたいな。ああ、出そうだけどね。眠たいけど起きてるしって言って、ロア起きてて、で、その後も、あの、着くじゃないですか。で、バイバーイって言って、 バスの中でもすぐもう秒で寝てましたああもう帰り遅れした後とのねそうですさ秒で寝てました本当にねえまあそれは疲れたまりますよねそう間ねでも本当に楽しかったです多分あれじゃないですか二郎さんとずっとあのかけっこしてたからじゃないですか追いかけっこみたいなあれめっちゃいい絵だよねあの写真好きですあれ面白いよなんか全部好きですこの。 あの、朝、朝だったんです。多分、二枚目ぐらいが朝で。結構好きですね。あの、東南植物楽園と二日目の朝と、なんかそのライブの後の物販。で、終わったんですけど、結構好きです。そうです。いや、本当にね、あの、昨日、文の字さんにも行ったんですけど、僕のツイッター、文の字さんと次郎さんのおすすめがたくさん出てくるんですよ。すごいおすすめされるめちゃめちゃ面白かったですね。 天気も良かったしね。うん。良かったねそれは。ねです。うん。全然曇りじゃなくて、雨、雨じゃない。晴れてて。うん。良かったです。ね。うん。で、その次の日が、うん。アイドルのコアちゃんの生誕祭で。昨日、昨日ですね。そうですね。で、結構、この、同い年なんですよ、コアちゃんと。あ、そうなんだ。そうコアちゃんと同い年で21歳なんですけど、それで、この、なんだろ、バスツアーの時も、あんまり喋れてなかったけど、バスツアーで仲良く、 なんだろうやっぱり二人とも人見知りだからバスツアーでちょっと何かためでいいですよみたいな感じのことを言われて、うん、でもいいですよもうなんかためじゃないんですよもうな同じ年なのになあわかりましたって言ってなんかそうためためじゃなく <laughs> 稽古でも忘れましたためではしゃべれらなかったんだ二 <laughs> 人ともなんか緊張して<ー>ちょっとそうなんか でも嬉しかったですその話ができてでまたこの次の日にお祝いができたのが嬉しかったですで仲良くなれた気がしましたああよかったですねあの実は僕昨日行ったんですよああそうなんですねライブああなるほどそうそうあの一部二部あってまあ二部はもう生誕祭でがっつりねリュードルのメンバーだった一部が他のアイドルグループもなんか応援応援じゃないお祝いで応援じゃねえやお祝いで来るってことだった見に行ったんですけどなんか 楽しかったですよ。うん。うん。あのー、うかも、うん。だ歌ってて、<っ>ええー、あとは、ブルブルブル,ブルあ、そうそう、ブルーブルーブルーがスイートチェリー,ーあ、それ、スイートチェリーペッパーズが、またやってて、うん。村田さんのとこです。うん,うん、うん <laughs>。村田さんのとこって言い方があるんですけど、<laughs> あのー、の一人が、お、なんかね、 ファンの人が、僕2列目にいたんですよ。うん、で、自分の推しの時は、僕ここにいます。そうじゃない時は、どうぞっつって、こう、<ー>なんか前、前後で譲り合ってくれる、うん、だから、あの、じゃ、誰、誰ですかって、OBB とリュードルはって言っ、うん、あ、わかりましたってなって、それ以外、こう、前にいたから、はいはい、その、スイートチェリーペッパーズの前にいたのよ。そしたら、えっと、メンバーの、一番左の子が、 あのんちゃん。あのんちゃんが、すごい近くまで顔せて、見ましたよ。やって、見た写真。見ました、見ました。あれは、ドキッとするね。可愛かった。でしょ写つりもなんか、そう、ずっと構えてたら、あそこまでやって、なんかいい感じで。なかなかあのぐらいグイグイ来る OBP ってないさ。腕とか動き。ないです。ないさ。だから、あ、 それぞれグループによって個性があるんだなと。ブルーブルブルーはまたかっこいいのよ、みんな。なんかちょっとセクシーな衣装で、かっこいいダンスみたいなのがあって。で、OBPOBP で、昨日は6人か。そうですね、6人でした。6人で、時速、1225キロから始まり。あれが流れると、分の字さんを思い出してしまう。 必ず指差し前にこう、スタンバって。そうですね。指差しをもらうんですああ、なるほど、なるほど。ずっと明かりの時から、ずっとやってて。で、昨日は、厚木の前にいたもんな。いましたな、あれも含めて、昨日は、かなり盛り上がってましたね、会場。はい。じゃあ、もう3日か。はい。3日。3日か。フルで。フルで。かなり盛り上がりましたね。はい。もう二泊3日な気分でした、このファンの方。そうほとんど同じメンバーがな、出てくれてるからね。 はい。楽しかったです。ということでした。<laughs> さあ、じゃあ、えっと、これ、ツイキャス、ちょっと、今日、やめとこうかな。<laughs> たくさん話もちょっとしたいんで。でね、はい。はい、すみません。大変申し訳ないですが、ちょっと、あの、今日は、ツイキャスは皆さんのね、交流の場として、楽しんでいただければと思います。後半にまたね、ちょっといろいろつきにも話を伺っていきたいんで、はい。最後までお付き合いください。はい。では、進めていきましょう。技能ガルフ。この番組は、石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ。 宮平乳業ョーカメカメ島餃子の提供でお送りしますこんばんは OBP のこころです毎週火曜夜9時からのあれ何だっけカナさんギノガルフですそうギノガルフ生放送でお届けしますリハさん何かありますかえな何かって何ですか時間ないのでもういいですギノガルフ聞いてくださいこころさんバッチリです 宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもうだから美味しい「宮平乳業の低温殺菌牛乳」 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいますボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中生肉販売コーナーも品ぞろえ豊富でその場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ「餃子今日は餃子が食べたいね」 お父さんに帰りに買ってきてね。おい、帰ってオープンマサンド一週間。一週間。日曜日からあ。あそういうことか。土曜日を英語ではい、はい、ジェニーレディジェニーレディフェビレディフェビレディ <laughs> マッチ。いやエ,エ,エイプロン。あっ、エイプロン。エイプロン。ジュン。ジュン。 ジュライ、ジュライ、オーガスト、さすがです。ギノガルフ。え、このジングルはずっと使います。ついに新しいジングル、厚木ジングルがもう誕生しまして。あの言い忘れてましたけど、去年のギノガルフのインパクト大賞に厚木が選ばれました。おめでとうございます。ございます。はい。 えっと、おととしに続いて、もう二回目の賞いうことで。実力で勝ち取ったみたいなね。いや、圧倒的ですよ、これは。うん。今後現れないんじゃないかな、っていう。そうそう。1週間と、えっと、WBC の合わせ技一本で。できましたんで、はい。もう、月にはまたいつか何かあげたいと思います。そうですよね。もう WBC はわかりますもんね。はい。じゃあ、何の略か。はい。お願いします。WBC は一体何の略でしょう ?W。W。はい。 ええ、ちょっと待ってください。うん。wbc は何の略かだけ教えてください。あ、えっと、わぁ。わえっと、次。え、wbc ですね。b。わぁ。わぁ。b...b...b...c ですよね。c。わびわび ...c... わび c! <laughs> 新しいなぁ。毎回いろんなの出ますね。<laughs> すごいですね。おび, <laughs> びしい。え、これ感じですかおびしい。そう、わびしいって感じですね。はい。言葉があるんです、ね、ありますね。当たってますかえっと、大体当たってます。<laughs> はい、いいと思います。えー、っと、あつきそのままでいてね。<laughs> <laughs> さあ、じゃあ、えー、グッドフィールドグループからのお知らせ、今日は僕がご紹介します。はい え今日はシルバニアファミリー森のおうちそしてジグソーパズルの店マスターピースをご紹介します、えー、沖縄アウトレットモールアシビナー店はシルバニアファミリーとジグソーパズルの専門店です他ではなかなか手に入らない海外版のシルバニアファミリーや森の内うち限定商品豊富な種類のジグソーパズルを取り扱っていますシルバニアファミリーは2月10日に鹿ファミリーが新しく仲間入りしました お花モチーフのお洋服がお似合いの大きな耳が可愛いシ鹿ファミリー発売を記念したキャンペーンも開催中ですその他マーガレット詐欺のイースターエッグハウスなど春に向けた新商品や大好評の1回700円ハズレなしの森のおうちくじも開催中ですぜひこの機会をお見逃しなくそしてジグソーパズルの店マスターピースではお子様向けの板パズルまとめ買いセールを開催中です8ピースから 85ピースまで幅広いピース数の板パズルは小さなお子様のパズルデビューにもぴったりです。3点以上お買い上げで10%オフとなる大変お買い得なセールとなっていますのでこの機会にぜひお買い求めください。その他にも人気キャラクターや定番の風景、絵画パズルなどお買い得商品を多数取り揃えております。シルバニアファミリー森のおうち、ジグソーパズルのお店マスターピース、 沖縄アウトレットモールアシビナー店へ皆様ぜひ足を運びください。皆様のご来店を心よりお待ちしています。お問い合わせはシルバニアファミリー森の内、ジグソーパズルのお店マスターピース、沖縄アウトレットモールアシビナー店。電話098-987-0545番。098-987-0545番までどうぞ。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。 はい。ということで、えー、今日は、まあ、あシルバニアファミリーと、そして、えー、マスターピースですね。うん、ジグソーパズルのお店。ということですけれども。えー、っと、シルバニアファミリーはもう、根強い人気で、ずっとね、もう、長いこと、特にま、あ小さい子はね、一度遊んだことがあるのではないでしょうか。うん、だってこれ、あつき、今見ても可愛いでしょ可愛い,いです。なぁ<あ>。持ってましたもん。んいっぱい遊んでました。遊んでた持ってました。なんと、鹿ファミリーが。ねええ <laughs> シカファミリーはいいですね。いいはい、えー、新しく登場ということです。2>, うん、2月10日にシカファミリーが新しく仲間入り。うんえー、そしてジグソーパズルの店、マスターピースなんですけれども、まあ、どちらかというと今回はお子様向けのパズルですね。 8ピースから85ピース。簡単なものからぜひ始めてみてはいかがでしょうか。きっかけとしてね。で、3点上会議で10%オフとなるお買い得なセールも行っておりますので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いいたします。以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。さあ、えー、それではお知らせいきましょうか。あつきいけますか、はい、いけます。はい。 はい。あつき、いきまーす。はい。じゃあ、お知らせお願いします。お知らせ。はい。きます。うん。えっと、OBP のライブ情報を、お知らせします。はい。まず、2月、みんなメモしててください。いっぱいあるので。そうだ、たくさん、たくさんあります。うん。たくさんあるので、メモしててください。はい。2月の25日、日曜日に、ニューワールドオーダーミニーに出演します。うん。で、2月は、そう、24日までで、25日までね。あ、25日までで、はい。 で3月2日土曜日にニューワールドオーダーの撮影会があります。うん、これは熱き、うん、も参加するのはい、熱きと心ちゃんとニコちゃんが3人が、はい、OBP から3人が参加します。はい、で、えっと3月3日日曜日がスイートチェリーペッパーズのルカちゃんの卒業ライブがに出演します。うんはい、で、3月17日日曜日に えっとイベント出演予定なので、はい、ぜひ開けていってください詳しくはまたねはい後ほどお伝えします3月23日、うん、土曜日琉球、うん、アイドルのマリさんの生誕祭があります、はいうん、失礼しますはいで3月24日日曜日にニューワールドオーダーでえっとつきとキララの卒業イベントがあります、うん、まあここ で、まあ、メインイベントという形に。そうですね、メインイベント。はい。や、やるということですね。えっと、3月24日は、会いに、本当に会いに来てほしくて、で、まだ調整中なんですけど、えっと、二伏せになる予定で、がっつりやりたいねって話してるので、ぜひぜひ、3月24日は、二伏せに。やってね、ですよね。本当に3月24日は、 来てください。そうね。お願いします。もう、はい。もう、だから、まあ、あつきとキララがね、え、揃うのまあ、まあ、ここ、ここがまあ、一応メインという、卒業メインというね、日になりますんで、え、特にこの日は皆さん、ぜひ、足を運びください。はい。はい。これはサイバーボックスだよね。サイバーボックスさんであります。はい。そして、もう一個あるんだ。はい。3月30日、土曜日に、えっと、イベント出演予定です。で このライブも、あつきとキララも出演するんですけど、一応、卒業メインではなくて、このゲスト出演なので。うん、あ、はい、なるほど。他のアイドルもいろいろこう、いる、はい、イベントに出るということね。はい。うん。30日は。いはい。うん、いるので、ぜひ、30日も、なんか、うん、ね、まだ、会えてないとか、うんラス、ラストっていうか、なんだろう、うん、まだね、キララに会えなかったとか、もう少し、 会いたいって人のためにもラストチャンスのまあ、最後の機会はあるということですね。はい。そうです。ですね。はい。以上です。ということで、まあ、メインは24日ということで、えまあ、二部制だとがっつりね、やってくれると思う。まあ、この後詳しいのが出ると思うんですけど。はい。そう。まあ、その辺も、ちょっとまた、じゃあ後で。い聞ね。はい。いやー、寂しいよ。ね。本当にもう、みんな、ね、いろいろ、 てると思うんですまあまあ、後で聞きましょう。はい。はい。えー、じゃあ続いて、矢田さん行きますか。はい。えー、まあ、琉球歴史ドラマ、第3弾の雨割りが、やってますねー。先週の水曜日、2月7日から始まってます。で、このドラマは3週連続なので、先週は第1話。そして、明日、水曜夜8時が第2話。明日か。明日。 で、えー、来週2月21日が最終話。うん、で、続いていくんですけれども。はい、まあ、もうちょっとその第一話始まって、いろいろ SNS でも話題になりながら、うん、その、えー、第2話明日放送するんですけれども、うん、これね、あのー、マジで、どんどん1話よりも2話、二話よりも三話って、だんだん、もうどんどんその話、面白くなっていって、のめり込んでいくので、うん、ぜひ、見てほしい。で、もし、 1> 第1話、先週見逃しか、見逃しちゃったとかっていう人も、うん、t ーで。あ、見られるんですね。第1話見られるし、うんうん、で、明日も、あのー、まあ、お昼にですね、第1話再放送もありますので、明日の、あのー、3時49分から、第1話ありますので、それを見て、えー、明日夜のですね、第2話に、えー、臨んでほしいなと思ってますし、うん、また、それだけではなく、今、小八小演も、小演王も、第1話もね、ねは,いはい、ィ、えー t ーでやってますので、 特にね、まあ、荘園王、えー、はこの、えー、今やってる雨割とすごい通ずるものというか、うん、実はまあその荘園王のエピソードゼロ的なものがこの今回の雨割りっていうところでもあるので、それも一緒に見るとさらにドラマが楽しく何倍も えー、面白く見れるっていうのもありますので、ぜひ、えー、ご覧になっていただきたい。で、えー、まあ、それに伴って、あの、ゆるゆる配信という、うん、えー、出演者の皆さんが、本当にお酒も飲みながら、うんうん、ゆるいトークをしているものが、えー、配信で、まあ、RBC の、えー、RBC 甘わりと検索して、うん、えー、そのホームページにその配信、YouTube でも、えー、URL も載ってますので、ぜひそれも、えー、ドラマの前に見て、うん えー、楽しんでいただきたいなと思っております。はい。明日はね、もう、桃と踏み上がり、まあ、がりのさんが、や、うんえー、っている、あの、役している桃とむみ上がりが、まあ、この第2話で、まあ、政略結婚で甘織と結婚するんですけども、うん、そこからの二人のその距離が、 どんどん近づいていくっていうところもすごい見どころなので。ぜひご覧になっていただきたい。うん、そして一緒に楽しみながら勉強、歴史の勉強にもなるし、はい。うん、見ていただきたいなと思ってます。今のところ、ろヨガリマサキの物語になってますから。もう、ヨガリマサキ大活躍ですから、ね。<laughs> 大活躍もう役者だな。そうですね。マサキね。もう。すげえな芸人というよりも役者、素晴らしいですね。もう次の主役は、マサキじゃないかいう。<laughs> <laughs> 話出てますからね。いや、ほんとに面白いですね。はい。もうぜひね、そこは見てきてください。まずは、じゃあ、明日にはが、え夜8時から。水曜夜8、水曜夜8時からですね。ありますので。はい。RBC で。はい。ぜひ、ご覧になってください。しお願いします。で、じゃあ、僕も一つだけ。えっとね、来週の土曜日です。2月24日に、ンク堂那覇店の地下1階で、沖縄レトロゲームミーティングというイベントをやることになりました。急遽。 どういうものかと言いますと、俺たちのあのの俺たちのゲームを語ろうです。まあ、分かりやすく言うと、レトロゲームですね、まあ、今、はい、e スポーツとか、ガンがン流行ってますけれども、まあ、ファミコンだったり、スーファミだったり、えー、もうあの頃ねあのー、理不尽なゲームがたくさんあったんですよ、作ったけどクリアできねえんじゃねえかとか<ー>で、今ってほら、なんかちょっとネットで調べれば、<ー>攻略方法とか出てくるでしょ、ね、あの頃ないから。 本はあったけどね本は攻略本とかあったけどそれでも分からないものとかもあったしもうねいろんなネタがたくさんあるので,で前半は実際にそういうトークとあとちょっとあの時の裏技今でもできるかなみたいなのをやってみようと思ってるんですよ僕が前半でねで後半にはあの野球大会のえ沖縄代表を決めようみたいなえっとね一応ナムコに確認したんですけどダメって言われたんで。 えど、どこに確認してな。ナムコに。あ、あそうなんですね。ナムコに。あ、ちょっとすいません。あの、実際名前出すのちょっと。あ、なるほど。すいません。本当すいませんって言われて。うん、あ、じゃあ名前出さない方向で。あ、なるほど,なるほど。ますって言て。あの有名な野球ゲームで対決する,なるほどいうことですので。ちゃんとファミコンでやりますからね。ええ<ー>。機器は。はい。ということなので、これは参加者募集中ということで。はい。8人、トーナメント戦でやりますんで。えー、詳しくは僕の。 えー、SNS、ぜひチェックしていただければと思います。はい。はい。さあ、えっ、ー、とね、もう曲かける時間がないので、敦貴 <laughs> にお話を聞きます。そうですね、<あ>そのまま。はい、曲はもうエンディングにかけましょう。はい、はい。えー、まあ先日ね、うん、えー、敦貴がまあ卒業するという、まあ敦貴とあとキララはいが、えー、3月いっぱいと卒業という発表がありましたけれども、はい、これはまあちょっとびっくりしたのと、まあ、 悲しいというか寂しい思いをした人多かったと思うんだけど、うん、これはどういうところからこの卒業に至ったのかをぜひつきの口からそういですね。すねはい、えっと、うん、この文章にも書いてたんですけど、うんうん、この4月からことこと去年の4月から学業、うん、学生になってから o u p と一緒になって。うん 両立してたんですけど、うん、このどっちもやっぱりどっちも月にとっては大事で、うん、この OVP も大切なのでその,その時にこのどうしようっていう決断をした時にこのやっぱりどっちも中途半端にしたくないという気持ちでこの決断に至りました。なるほどそれぞれぞねやっぱり 生き方がというか人生があって、うん、でまあそのアイドルをこうすることで本当にいろんな人たちを楽しませてもらったし、うん、勇気づけてもらったし、うん、しかもあつきってさえっと何あっさってで4年になりますで年なんだ 2>,、はい、2月15日で4年になりますでさあ、はい、そのうち3年ぐらいコロナだったじゃんはい その時期をさ、うん、こう、なんていうのなんとかこうやってきたメンバーっていう感じがするのよ。うん、そうですね。<ょ>大変でしたね、結構。そうでしょ。だから、はい、だってイベントもなかなかね、やれない時期もあったし、うん、いろんなオンラインをいろいろね、考えたりだとか、うん、まあ、で、その中で、また自分の学業っていうのを持ってきたりとかして、はい、本当になかなか難しい時期をやってきた。はい メンバーだと思う。まあリーダーとしてもね、引っ張っていって。そうそう。まあ最年長で。メンバーになった、まあリーダーというか最年長になってね。うん。いろいろ、やっぱそういう MC もな。そうね。MC? はい。いろいろ最初、なんかな、全然大丈夫かなと思って、やったもんな。やりましたね、もう。やりきりました。うん。いやん。今は、このニコちゃんとか、うん。ニコちゃんが、もう本当に素晴らしいので。うん。 重要なところはむにこちゃんに。任せる、任せて、っていうのなるほど。うん。まあ、これはうまくこう分けながらっていうことね。はい。いや、でも本当にその辺も成長したと思うし、まあ、何より、あつき、俺、はっきり言うけど、相当可愛くなりましたよ。ねえそうあの、あの俺、高校の最初に来た頃の写真とか動画も残ってるんですよ。 だいぶ垢抜けてますし、そうな大人になってますよ。大人にはな、もうだいぶね、可愛くなってますね、大人になって。だって自分で思わない高校の頃と今の自分と。ました。なんかこのファンの方が、バッハさんなんですけど、が、あの、X に載せてたんですよ。発表した直後に、このデビューした頃の、デビューした日の写真を乗っけねって、なんじゃこりゃって思います。なんかこの、この話をよく、 お母さんとするんですけど、なんかよく入れてくれたよねっいや、それは先見の目というか、そうそう、やっぱり光るものがあったから合格だったわけです。でも4年でだいぶ変わっていって成長していったんですね、もう。そうですね。本当に心が成長したなとは思メンタルもね。そうです。あの文章にも書いたんですけど、あの。 本当に引っ込み思案で、うん、人見知り、うん、まあ今でも人見知りなんですけど、うん、なんだろうな、人見知りなんですけど、うん、なんか、なんかみんなを笑顔にさせたいっていう気持ちだったんですよ、もともとから。うん、で、このアイドルに入、はい、ってからのこのなんだろうな、この笑顔にさせる以外にもこのなんだろうこの心が、うん。 強くなったなっったていうあまあ、レンタルこれはもういろんな経験をしてきたからこそ,そね,、うん、ね生まれてきたものだと思うんだよね、うん、いやーでもまあこの番組的にもね、うん、本当に盛り上げてもらったし、うん、そうねだってインパクト大賞は2年連続ですからねまあ,まあ2年で、ね、2回2回で、ね、2>, <laughs> 2回、ね、2回とってますから <laughs>、うん、いやほ、まあ、本当に敦木のことを嫌いな人いないと思いますよ、うん うん、本当そうだと思います。うんうん、あの、いい大舞台でも、なんだろう、その、例えば何か言う台詞だったりとかさ、うん、そういうのって多分大きく失敗したこともないと思うのよだ。大舞台に強いというか、そういうところでもしっかり、あの、ワンマン僕、全部見に行ってるんで、うん、あのライ、ライブ、なんていうの、生演奏以外のやつは。うん、だから、そういうのを含めても、いろんな経験して、うん、で、まあ、 見た目的にも精神的にも、かなり成長した4年だったんじゃないかなと、はい。思います、うんうんはい。成長しました。はい。で、まあ、3月ね、<laughs> 24日に、<laughs> はい、はい。もう集大成というか。そうですね、はい。まあ30まであるけど、24にね、うん、主にこれを出したいということで。はい、だけど、あれだね、さっきのお知らせ聞いたら、本当に会える機会たくさんあるね。そうですね。あと2月3月ね 2>、うんうん。2月もまだ1回ありますし。うんはい 撮影会もあるので。な撮影会もあるし、そう聞こえる。モデルもやったからな。うん。あ、そっか。うん。いろんな経験もしましたけど。まあ、ひとまず o b b としては、もう3月いっぱいということですねまあ、今後ね、ちょっとまたどういうふうにっていうのは、まあ、おいおいまた、はい、それは発表できるという、まあ、どうしていくっていうのは、本人の口からね、また聞きたいんですけれども。はい、ということで、今は、まず、残りの o b b の時間をたっぷり楽しんで、我々も、

なんだっけカンさんギノガルフですそうギノガルフ生放送でお届けしますエ<え>ハさん、何かありますかえ何かって何ですか時間ないのでもういいですギノガルフ聞いてくださいココロさん、バッチリです行くぞワンチューャン宮平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です生乳本来の美味しさを 君もも一緒に楽ししうだから美味しい宮平乳業の低温殺菌牛乳石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいますボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中生肉販売コーナーも品ぞろえ豊富でその場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ

カメカメ島餃子の提供でお送りしました。さあ、エンディング曲が流れております。これ、あつきのリクエストをあ、はい。えっと、鈴木愛理さんの最強の推しという曲を今かけています、ね。はい、はい、後ろで流れてますけれども。はいはい、いやー、まあ、でも本当にね、うん、寂しいんですけど、正直ね、うん、寂しいんですけど、まあ、あのー、 これからの人生のがもうずっと長いので、うん、どう考えてもね。で、やっぱり自分の進みたい方向に自分で決めて向かうっていうのは、うん、正しいことだと思うので、うん、はい、もう何回も言ってますけど、我々ね、はい、誰人とも、あの、厚木のことはもう一生応援するので、はい、はい、ありがとうございます。はい、まずはこの3月いっぱいまでね。はい

いやー、ということですけど、いやさんどうですかすみません。ちょっと僕ばっかり言っちゃいまいパンは食べてますかパン食べてます。パンパン、最初の頃ね、あつきが来た時ずっとパンの話してましたもんね。食べてます。あの、昨日、あの、ライブの前にクリームパンを、四4個入りだったんですけど、三3個食べて、とりあえずまあ、1個、あと1個食べたらちょっとまずいな、と 一個やめといん。なので、置いときました。なるほど。一個我慢したということで成長してる。成長してる。成長してる。あつきさ、3月にもさ、もう一回来ない出たいです。ね、お祭りがもう一回来てね。はい。で、えっとね、おまけ放送ができるかどうかわからないんですよ。もしできるんだったらやります。ということで、 えー、あつきまた3月に待ってますね。はい。はい。というところでお時間です。牛乳ガールファイでは神田国広と、伊波優作と、OBP のあつきでした。皆さんまた来週火曜夜9時に、えー、廃墟からお届けいたします。<laughs> <laughs> <laughs> さよならあ、なんか大丈夫 あの、曲はじゃあバチッと切れたって感じかは,は,はいはい。はい。ということで、えー、本放送終了しました。ありがとうございました。した,した。はい。じゃあ、この後ね、ちょっと、スタジオはいつもの勝手が違うんで、んでえー、別のところと繋いだりするので、おまけ放送ができるかどうか、ちょっとわからないんですできるんだったらやります。はい、できなかったら、また来週ということで。はい、はい。ということで、厚木、もう一回来てね。はい。ね。ちょっと OBP としての厚木で、最後、もう一回。そうですね。はい。来てほしいので、